どうも、唐揚げ大佐です。いよいよ始まった、スーパースター2期。放送当日の空には、虹が2本浮かび、新たなスタートを祝福しているようでした。今週から、1分でわかるメンバー紹介ショート動画は、一時お休み。毎週水曜日には、スパスタ2期のあらすじ、感想を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。あらすじ。昨年、ラブライブ地区予選に、惜しくも敗退を喫したリエラ。だが、メンバー5人はしっかり前を向いて、日々練習に励んでいた。さらに、王者、サニーパッションからの評価もあり、リエラは、世間から強豪、優勝候補と目されていた。そして、結ヶ丘女子にとって、2度目の春、北海道から来た新入生、桜小路きなこに出会う、先輩になることに浮かれるリエラ。5人にこだわらず、積極的に1年生を勧誘することに。幸い、多くの新入生に恵まれ、各部活動は勧誘活動に勤しんでいた。リエラもスクールアイドル部として勧誘を行うが、そのストイックな前評判から、二の足を踏まれてしまう。きなこもアイドルに興味はあるが、自分には向いてなさそう、と自信なさげにうつむいてしまう。そんな中、アイドルの素晴らしさを知ってもらうために、リエラは公開リハーサルを行うことに。きなこは、同級生の若菜式、鬼塚夏美に背中を押され、屋上へ向かう。屋上で構えるリエラ。そのきらめきに、きなこは感動。スクールアイドルへの一歩を踏み出した。以上が、スパスタ2期1話のあらすじとなっております。続きまして、感想フェーズに参ります。1項目ずつ見て参りましょう。オープニング。2期オープニングテーマ、ウィーウィル。歴代のオープニングと比べ、アイドルしていない、珍しい衣装ですね。原宿感というか、おしゃれです。個人的にはスタドリが好きすぎたので、それよりは、という感じですが、明るい、リエラらしい曲だと思います。きなこちゃんの作画が、素晴らしいの一言、どんなストーリーを紡いでいくのか楽しみな OP ですね。空空帰国問題。気になっていた人も多かったと思いますが、王者サニパのおかげって、一時的に待ったがかかったみたいですね。相変わらずブースには健在でしたね、仲睦まじい。ただ、正直、優勝しました、帰らなくて済みました。という流れにはならないと思うので、一悶着あるでしょうね。すごい。新1年生である、ヨネメメイちゃん。正直こんなキャラになるとは思っていませんでした。入学前からリエラに目を輝かせるその姿は、乙女そのもの。強気な性格とのギャップは、かなりの高評価を叩き出したのでは？加えて、声優の矢島茜さんの演技も、かなり良かったと思います。二人の成長が今から楽しみですね。気持ち悪いカノンちゃん。迷い込んだきなこちゃんを、自宅まで送るカノンちゃん。不意に呼ばれた先輩呼びに、身をよじらせて喜ぶ姿は、実にカノンちゃんらしい。溢れ出る、伊達さゆり感、もぐっと。ちなみに、きなこちゃんが、スクールアイドル無知勢だったのには驚き？リエラに憧れて引っ越してきたとばかり思ってましたが、設定を見返しても、そういう意味ではなかったんですね。あと、まずは生徒会長の私が、のれんちゃん。かわいいんだよな。かのちぃ。まあゆ。ちぃちゃん。もう、怖い顔して。嘘。はい、優勝。しきちゃん、なつみちゃん。この二人に関して言えば、正直もっとドライな性格なのかと思ってましたが、きなこちゃんの背中を押したのはこの二人。人間味あふれる、良い性格設定をもらったな、という印象で、好きになりました。新入生には、早くも期待が持てそうですね。ただ、しきちゃんに関して言えば、予告のここが気になりました。変人枠？5人で最後の曲？おそらくですが、作中では5人リエラ最後の曲、Welcome to 僕らの世界。寂しさなんかは1ミリもなく、ただただ前向きな楽曲でしたね。2期生が加入して、少し不安だったり、抵抗感みたいなものがありましたが、そんな不安を吹き飛ばしてくれるような曲でした。総括。カノンちゃんが主役としての威厳を保ちつつも、きなこちゃんが新しい、第二の主人公として、話の中心になっており、うまくまとめられた第1話だったと思います。安心して応援できそうですね。あと、カノンちゃんのソロ曲、リエラの歌、ドリーマーコースターが最高でしたよね。といったところで、今回はこんなところにしておきますね。皆さんはどんな感想を持ちましたか？それではまた来週。ご視聴ありがとうございました。